天皇山古墳は、滋賀県安市町篠原にある古墳。形状は、前方後円墳。大岩山古墳群を構成する古墳の一つ。滋賀県南部、安川右岸の大岩山から北に伸びる丘陵の先端部に築造された古墳である。これまでに洞窟にあっているほか、近年に、史跡整備に伴う発掘調査が実施されている。墳形は、前方後円形で、 前方部を北方に向ける。紛糾表面で吹き維埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は、公園部では明らかでないが、前方部では正方に開口する、右肩袖式の小型横穴式石室が認められている。前方部石室の全長は4.3メートルで、原室は長さ2.9メートル、幅1.0メートル、沿道は長さ1.4メートルを測るが、 洞窟にあっており、天井石は沿道の一国以外を失っている。出土品としては、森土内からの弾き、末木、冠式器などがある。築造時期は古墳時代後期の6世紀初頭頃と推定される。古墳域は1985年に国の史跡に指定された。現在は史跡整備の上で桜瀬史跡公園として公開されている。古墳の規模は次の通り。 ありがとうございます。